スモなどは、X ウィンドウシステム上で動く、タイル型ウィンドウマネージャである。このウィンドウマネージャは、関数型プログラミング言語ハスケルで書かれている。2007年3月に開発が始まったスモなどは、DWM、ラースワム、スタンプ M 等、他のタイル型ウィンドウマネージャと同様に、マウスを使わずに生産的にウィンドウを制御することを、可能にすることを目指している。スモなどは、 アーチリナックス、デビアン、ウブンツ、ゲントフリーブスド、ネトブスド、オパンブスド等、多くのユニックス KOS で利用可能である。スモなどは、もともと DWM のクローンであったが、今ではワークスペースごとのレイアウト、タイリングリフレクション、状態の保存、レイアウトのミラーリング、GNOME 上でのサポート、ステータスバートを、 DWM では利用できない機能をサポートしている。実行中に設定ファイルを変更しリロードすることでカスタマイズ可能である。スモなどの特徴は他のタイル型ウィンドウマネージャーへ影響を与えている。例えば DWM はアージェンシーフックスという機能をスモなどから取り入れたりバージョン4.8でジンラマをサポートし、 スモなどの機能であるフィベナチレイアウトを可能している。他のウィンドウマネージャーのエミュレーションやフィベナチレイアウトのような普通ではないレイアウトアルゴリズム等、スモなどのコアシステムの拡張は活発なコミュニティで実装されており、ライブラリーとして利用可能である。マウスを使う必要をなくすことに加えて、スモなどのバージョン0.7では開発においてセミフォーマル、 メソッドとプログラム同質を多く使うことで信頼性の向上とコード量を1200行以下にすることを可能にした。例えば、ウィンドウマネージャーの特性はクイックチェックを用いて検査される。スモなどはハスケルで書かれた初めてのウィンドウマネージャーであることに加えて次の点においても一般的ではない。それはジッパーデータ構造をフォーカスを自動で扱うのに使ったことである。 これはパターンマッチを用いていることを考慮すると安全であることが証明されており、さらなる信頼性の向上に寄与している。開発者は次のように述べている。スモなどは x ウィンドウシステム用のタイル型ウィンドウマネージャーであり、ハスケルによって実装し、設定を行い、動的に拡張可能である。スモなどの実装は副作用に支配されるソフトウェアを 純粋関数型データ構造や表現力の高い型システム、高度な性的検査、特性に基づいたテストを利用したハスケルから予想されるように正確で効率的に開発可能であることを示している。加えて我々はハスケルをアプリケーションの設定や拡張を行う言語でもあると考える。スモなどの実装はハスケルの特徴やザリブや XFT のハスケルバインディングに加えて、クイックチェック、パターンガードのような、GHC 拡張、モナド、モナド変換、ジッパー、コバルライブラリー、等の様々なツールを利用している。スモナド、A、タイリングウィンドウマネージャー、博士ドブ。ありがとうございます。